579編成ソウル特別首都市鉄道公社5000系電車は1995年11月15日に営業運転を開始したソウル交通公社5号専用の通勤系電車。本系列はソウル特別首都市鉄道公社で初めて製造された車両で以後に登場する6000系、7000系、8000系の基本設計は本系列をベースとしている。 編成量数は8両である。1994年12月から1996年1月にかけて1次車が、1996年に2次車が、それぞれ製造されている。本系列の全車両は、日本の海外経済協力基金による借款で製造された。車体はビード付きの軽量ステンレス製鋼体で、5号線のラインカラーである紫色の帯を巻く。 先頭車の全面形状は反流線型である。客用扉配置はすべての車両で片側4箇所である。扉間の側窓は一時車が上部が打ち倒れ式で開閉可能であったが、二時車は固定式となり開閉できなくなった。ただし、後述する内装の不燃化改造により、一時車も固定式となった。車端部の側窓は一時車。 二次車ともに上部が打ち、倒れ式の開閉可能な窓である。行き先表示器は LED 式を採用している。二次車では全面に設置されている、表示器の寸法が変更され、サイズが大きくなっている。制御装置は GTO 素子を使用した VVVF インバータ制御を採用した。装置はスイスアブ製で1台で主電動機を8台制御する 1C8。 m 方式である。主電動機は、出力 200kW のカゴ形参照、誘導電動機を採用している。ブレーキ方式は回生ブレーキを併用した、電気指令式空気ブレーキを採用し、全電気ブレーキ機能を備える。終電装置は、下枠交差式で、5200型と5600型に2機、搭載する。台車は、ボルスターレス式である。本形式には、 ウススム3電製の運転管理制御システム、トギスが搭載されており、ATO を用いた自動運転に対応したシステムを有する。2003年に発生した手口下鉄放火事件を、契機に強化された鉄道車両の難年基準に沿って、2005年までに本系列の全車両を対象に内装の不燃化改造を実施した。この改造工事の施行は、 高一企業とデザインリミットが担当した。改造内容は以下の通りである。ただし、座席は2010年に不燃性モケット張りのものに再度変更されている。ソウル交通公社の編成番号は4桁の車号の内号車を意味する100の位を除く3桁で表現する。本系列の高徳車両基地所属者を搬入する際は以下の手段が取られた。 ありがとうございます。